アミアミチャンネルニューエイジ、山田美鈴の山あり谷あり美鈴あり。皆さんはじめまして、山田美鈴の山あり谷あり美鈴あり、パーソナリティの山田美鈴です。この番組はこれから一歩ずつ山あり谷ありの声優人生を歩んでいく私山田美鈴を皆さんに見守っていただくモニタリング系番組です。はい、初回の放送がスタートしました。皆さん、あの山田ってなんだと思ってる方が大半だと思うんですけど、あの私一人喋りやラジオが、あのラジオ出演が初めてどころか、メディア出演も本当に初めてで、なのでしかも9月中旬のその第3期メンバーが発表された時の時点でもまだホームページに名前が上がってなかったということで、あのちょっと調べたんですよ、ツイッターで。え、みんなどう思ってるんだろうと思ったら、案の定山田美鈴さんホームページないんだけどみたいななってて、みんなちょっと混乱してたので、はい、この番組見ていただいた方に山田がどんな人かっていうのをね、伝えていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。それではそろそろ始めていきましょう。山田美鈴の山あり谷ありみすずあり、スタートです。アミアミチャンネルニューエイジ、山田美鈴の山あり谷ありみすずあり。この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。アミアミチャンネルニューエイジ、山田美鈴の山あり谷あり美鈴あり。改めまして、山田美鈴です。ではここからはリスナーさんに私のことを知ってもらうために自己紹介をしていこうと思うのですが、アミアミニューエイジの第3期では6人が同じ履歴書を使い自己紹介をしていきます。はい、じゃじゃん、こちらです。はい、まず自画像なんですけど、私が描きました。結構あの特徴を捉えていると思ってたんですけど、あのスタッフさんや皆さんにちょっとあまりね、あんま似てないみたいな感じで言われてしまって、この鼻のボコッとした感じをちょっとあの表現したんですけど、この見えますかね、ちょっとボコッとしてるんですよ私。どうしたらいいかまたの機会によく見てくださいとか、結構ねちょっと釣り目な感じとか出してるつもりです。はい、では次、私の名前なんですけど、はい、山田美鈴です。山に田んぼに美しい鈴、山田美鈴、覚えやすいですね、山田でニックネームなんですけど、一応今のところその声優としてのあのニックネームはないんですけど、大学生の時にシャンティエンと呼ばれておりまして、っていうのも私が高校の時に中国語を習ってて、それで山田美鈴の中国呼びがシャンティエン・メイリンなので、なぜかメイリンじゃなくてシャンティエンで呼ばれてました。はい、まあ、あの可愛い名前とか親しみやすい名前募集中なのでお願いします。で次は誕生日です。誕生日は6月10日ですね。6月10日、無糖コーヒーって覚えてねって言うんですけど、あんまり覚えづらいので6月10日と覚えてください。で血液型は A 型です。で出身地、はい、よく関東なのって言われるんですけど、バッチリ鳥取県です皆さん鳥取県行ったことありますか？あんまりね、あの島根鳥取どっち問題どころか、全然あるどこにあるか分かってない人も結構いたりするんですけど、私20歳までほとんど鳥取県に住んでたので、もう愛着はすごいんですけど、なかなかね21の年に上京して養成所に通い始めたので、そこまで鳥取で過ごしておりました。次は、はい、所属なんですけど、リンクプランの方にお世話になっております。はい、リンクプランです。趣味、一つ目が、感激なんですけど、舞台とかミュージカルに、はい、月 1,2 ぐらいのペースで行ってます。であとは100人一周、
競技カルタはしたことがないんですけど、いつかやりたいって思いつつ、歌が好きなので、で今回後ろに用意していただきました百人一首、ね、番組でもしかしたらカルタ取ることがなくもないかもしれない取ってみたいなとは思ってます。あと最後、紙物集めと書いてるんですけど、この紙物っていうのが、マスキングテープとか手帳とか、なんだろうな、紙、折り紙とかも全部含めて、そういうのを見たり集めるのが好きなんで、はい、ここに趣味として書いてます。で、次特技、特技一応ここにはけん玉と書いております。結構このあみあみチャンネルニューエイジではけん玉チャレンジとかがね多いと思うので、もしあれば、多いかな1回なんですけど、はい、もしあればちょっと頑張りたいなと思ってます。すごい大技ができるわけじゃないんですけど、もしもし亀をのもし亀をし続けられて、でこの前やってみたんですけど、私はどれだけできるんだろうかって、そしたら結構落とさないんですけど、結構手首との腱鞘炎の戦いになっちゃって、15分あたりから限界を感じたので、ちょっと手首の強化を頑張ります。はい、次は好きなものなんですけど、一番好きなものがありまして、はい、ハムスターがとっても大好きでして、写真集とかカレンダーとか小物類を集めるぐらいハムスターが大好きで、実家にいた頃は飼ってたんですけど、今はちょっと自分一人のお世話にちょっと精一杯になってしまったので、はい、ちょっとね、まあ、いつか富を得てハムさんをお迎えする用意ができましたら、ね、ぜひ一緒に、ね、暮らしていきたいなって思ってます。あとさっき言った紙物ね、眺めるのが大好きなんで、出しては入れ出しては入れで家でやってますはい、次、苦手なもの、反対に苦手なものなんですけど、着ぐるみと書いていて、ちょっと着ぐるみ全般可愛いんですけど、ちょっと角度によってちょっとなんだこの雰囲気はっていう、ちょっと醸し出す時があるので、ちょっとゾッとする時があったりするかなっていうことで書きました、ね、全般可愛いんですけどね。あと嫌いな食べ物でもあるんですけど、唯一食べれないのがゆで卵の黄身、硬いやつ硬いのがちっちゃい頃からちょっと苦手で、味と食感で結構あれば食べるんですけど、この前何を思ったか卵サンドを買って、写真ではすごいトロトロだったんで、あ、なんか久々に食べたいなと思ったら、来たら半分以上固まっててと思いながら全部食べました、ちゃんとなので食べれることには食べれるんですけどね。はい、次は自分の性格なんですけど、まず緊張しやすい、ね、今もしかしたら緊張が伝わってしまってるかもしれないんですけど、今のところ結構楽しくやってるつもりなんで、ね、まあ、緊張をバネにね、集中に変えていけたらなんて思いながら頑張ってます。あと結構第一印象でかっこいいというか、自分で言うのもあれなんですけど、クールなイメージを持たれがちなんですけど、まあ喋れば喋るだけちょっと抜けてるんじゃないかなっていうのを言われてしまってて、私の中ではあみあみのそのツイッターの方でもリプライのところでイケジョなのではって書いていただいてて、おおと思ったんですけど、まあ、どうやらイケジョではないとマネージャーさんに言われてしまったのででも私結構大学までずっとなんか生徒会長やったりとか部長やったりリーダーやったりとかで、結構人をまとめる役に行きがちだったのに、あれっていうのが最近ちょっと自覚も始めて、思い返すと、あ、助けてもらってたなぁなんて思ってるので、まあしっかりしていきたいと思っております。はい、次は休日の過ごし方なんですけど、まあ、月にさっき 1,2 回観劇に行くということで、実際昨日も観劇に行ってきました、ね、ちょっとこういうご時世なんですけど、ちゃんと入り口で消毒して検温して、で、座席ももう1個空けで 50% なんて、すごいしっかりと対策をやっていただいたので、ね、集中して観劇することができました、ね、で観劇とあとゲームですね、自分でゲームするのもアプリゲームとかも好きだったり、ちょっとレトロとは言わないんですけど、自分がちっちゃい頃にやってた
ポケモンのルビーサファイアダイヤモンドパールあたりをすごい何回もやって、毎回同じポケモン捕まえて、だいたい四天王のあたりでちょっとやらなくなって、また最初からとかっていうのを繰り返してます。あとゲーム実況を見るのもすごい好きです。はい、次、最近気になってることなんですけど、空気と書いていますなんだ空気ってって感じなんですけど、実はその、まあ、空気に関連して睡眠の話になるんですけど、私12時間寝てもずっと眠くて、でこれ絶対布団が悪いわ、高いやつ買おうって思ったんですけど、結構健康とかに詳しい友達に聞いたら、いや寝室の空気が絶対悪いからだよって言われて、あ空気清浄機買おうかなとか思ってたんですけど、友達が結構高めなの貸してくれて、私使ってこれ良くなったからって貸してもらったんですけど、本当にその日から6時間8時間でパッと起きれて、え空気すごって思ったんですよ。でそれでもう1週間2週間ぐらい経って毎日すっきり起きるし、あと夢を見なくなりました。浅いと夢を覚えてるっていうんですけど、この2週間夢を覚えてたことが1回もなくて、前は10分寝ただけでも夢見てたんですけど、だから空気すごいなっていうことで気になってますはい、次は子どもの頃の夢、看護師と書いてるんですけど、これもまあなりたかったかと言われたらちょっと覚えてないんですけど、多分母が、まあ、看護師とかいいんじゃないとかって言ってたから言ってただけかなっていう感じなんですけど、まあ諦めたきっかけっていうのが、怖い心霊番組とか見てると必ずと言っていいほど病院で出るじゃないですか。なのであ怖いと思ってやめましたでその後は結構早めになんか声使った仕事したいなとか思ってたので、まあ、小中学生ぐらいからちょっとナレーターとかやりたいなとか思い始めてて、で今の仕事にたどり着きました。はい、次は座右の銘なんですけど、見えますかね、努力は結果のための過程に過ぎない、結構なんかシビアな言葉なんですけど、これ実は中学生ぐらいにハマってたバカとテストと召喚獣っていうアニメの主人公のお姉さんが主人公に向けて言った言葉なんですけど、この後に、家庭に過ぎない、家庭自体を誇るようでは本末転倒だっていう言葉があって、ああ本当だってすごい思ったんですよ。結構ちょっと頑張ったら、あ、まあ、頑張ったからいいやって思いがちだったんですけど、あちょっと弱かったわって思って、特にこういうね、狭き門だって言われてる声優業界なんとか目指し始めてからは、ちゃんと結果が伴うまで頑張りたいなっていう思いがあるので、これを胸に生きております。はい、次、番組への意気込み。はい、まずは私ちょっといい子ちゃんぶっちゃうので猫かぶりがちなので、自分の殻を破りたいと思ってます。どんどん山田をね出していきたいなと思ってるので、でどんどん山田出していったらまず自分が楽しくなると思うので、自分が楽しい、そして見てる方も楽しませて いきたいなと思ってるので、はい、この1年間でどんどんスキルアップして頑張りたいなと思ってます。最後、リスナーさんへのメッセージなんですけど、本当情報の少なすぎた私ですが、本当今日の番組というか放送を見ていただけてる方本当にありがとうございますね、本当に貴重なで毎回絶対私成長するので、最後まで見守ってモニタリングしていただければ嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。はい、という感じで私の履歴書の紹介は以上となります。はい、私のことどうでしょうか、伝わったでしょうか、山田が何たるか、結構ベラベラ喋っちゃうのではい、知っていただけたら嬉しいです。これからの声優人生見守っていただけると嬉しいです。はい、ではここからはリスナーさんからいただいたメールをご紹介していきましょう。嬉しいことに結構たくさん来たということで、はい、ありがとうございます。はい、ペンネーム K さんからのお便りです。ありがとうございます。山田さん、こんにちは。こんにちは。新番組開始おめでとうございます。僕は山田さんのことはあまり知らないので、この番組を通していろいろ知っていければと思っています。メールを書いていて感じたのですが、山田さんという呼び方だとよそよそしい感じがするので、普段呼ばれているあだ名や呼ばれたい名前を教えていただきたいです。逆に視聴者から募集してみるのもありかもしれませんね、とのことで、
そうなんですよ。さっきもちょっと言ったんですけど、まあ、シャンティエンって呼ばれてはいるんですけど、結構な確率で山田って山田って呼ばれがちなんで、あんまり今までニックネームなかったんですよ。なのでどうかな、やっぱり募集 したいなと思います。ね、親しみやすい名前をね、皆さんにじゃあ募集するので、ぜひぜひ考えてほしいなと思います。はい、山田でもいいんですけどねはい、じゃあ次のお便りです。ペンネームアマミルさんからのお便りです。ありがとうございます。山田さん、こんばんは。こんばんは。新番組山田みすずの山あり谷ありみすずあり、開始おめでとうございます。ありがとうございます。事務所のホームページにて山田さんの情報を確認したところ、都内の保育園に勤務とあり、これは今までにない経歴の持ち主だなと驚いてしまいました。保育士と声優、全く違う職業のように思ってしまいますが、山田さんが声優を目指したきっかけなど聞かせていただけると嬉しいです。それでは、ということで、はい、そうですよね。結構今でも言われます。なんで保育士から声優になったのって言われるんですけど、まあ声優が先ですね、志したのは。その後に、まあ、あの声優って、まあ、狭き門だよとか言われたりするので、一旦諦めようかなって思った時に、じゃあ私がやれる仕事というか、やりたい仕事って言ったら、まあ、子供が好きだったり、自分がデスクでやってるっていうのはあんまり想像できなかったので、保育士を目指しててなんですけど、声優はちっちゃい頃からアニメが好きだったっていうのがまず大前提にあって、で声を褒められることもよくあって、でお芝居も大好きで、でナレーションもしたくて、あ、これ声優が一番私のやりたいことだってなって、声優のお仕事をした時にっていうので声優を志したんですけど、きっかけとなった、もうもう私声優になるって思ったのは、沢城みゆきさんがきっかけでして、中学生の時に歌のプリンス様っていうアニメがあって、その主人公七海春香ちゃんがすっごい可愛くて、歌のプリンス様の中で一番推してたのは春香ちゃんなんですよ。で、あ、可愛いなと思ってフラッとハンターハンター見たら、クラピカ、あ、かっこいいと思ってたら、え、沢城みゆきさんって、同じ人だし女性って思って、そこで本当に鳥肌が立って、あ、声優っていう仕事すごいなって思ったので、なんかできるかわかんないけどやりたいと思ったので、はい、二十歳超えてからすごい頑張って、はい、目指し始めたのがきっかけとなりますっていう感じです。はいはい、お次はペンネームサソリンゴさんからのお便りです。ありがとうございます。山田みすずさん、番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。これからの盛り上がりに期待しています。頑張ります質問ですが、番組を始めるにあたりどういう準備をしてきましたか？喋る訓練をしたとか、誰かの喋りを参考にしたとか、そういうお話があれば聞かせてください、ということで、はい、まず参考にしたのは、まず先輩方の、この番組の先輩方のもうバッと全部見て、全部かほとんどバッと見たんですよ。で、やっぱり面白いなと思う喋り方とか、あ、私こうしちゃいがちだなって、今って言っちゃったんですけど、とかちょっと言葉を濁す言葉多いと聞きづらいなっていうのを勉強したりして、喋り方を参考にしてました。で、訓練、特訓なんですけど、家で一人でひたすら喋ってて、台本のサンプルをいただいた時に、自分だったらこう喋るっていうのをすごい一人でボソボソ喋って、あ、これやばい、10分も喋っちゃったとか、いろいろ考えながら家で特訓してました。ちょっと喋るのが苦手なので、頭の中で整えて構成していくのが苦手なので、ちょっともうバレてるかもしれないんですけど、頑張っていきます。はい、ありがとうございます。はい、メールのご紹介は以上となります。たくさんのお便りありがとうございます。これからも皆さんからのお便りをお待ちしています。アミアミチャンネルニューレイジ、山田みすずの山あり谷ありみすずあり。ここからはこの番組でお届けしていくコーナーを紹介していきます。番組コーナーは3つ。まず1つ目はアミアミ保育園みすず組、やった！こちらのコーナーでは
保育士経験のある私がみんなのみすゞ先生となり、子どもリスナーさんからの疑問や質問に優しく丁寧に答えていくコーナーです。はい、優しく頑張ります。リスナーのみんなからは日常で感じた疑問や質問をお待ちしています。で、まず試しにどんな感じかをお見せするために子どもスタッフさんの例題に答えてみましょう。はい、いきますよ。みすゞ先生、マラソンで一緒にゴールしようって言ったのに先にゴールする子ってどうして？とのことで。なるほどね、なるほどなるほど、いるよね。私も先生も学生、小学生かな、小学生の時に一緒に走ろうって言われて、いいよ一緒に走ろうねって言ったのに、その子スタートからぶち切って1位で行っちゃったなんてことがあったんだけど、その子にね、すごい早く行っちゃったじゃんって言ったら、なんかね、みすゞちゃんに勝ちたかったんだって言ってたの。だから、あ、もしかしたらこのね、子供スタッフさんのんくんものお友達もなんか一緒にゴールしようって言ったけど、もしかしたら勝ちたかったっていうね、思いからちょっとズルしちゃった、ずるい心が生まれて、しまったのかな。でもそれがちょっと人間の差がなんでっていうのもあるんですけど、はい、ということなんですよね。わかりましたか、あの子供スタッフさん。あ、グダグダという感じでね、ちょっと頑張りがすごいあれなんですけど、感じでこちらのコーナーでは子供リスナーのみんなからの疑問や質問を待ってるよ。みすゞ先生が何でも優しく丁寧に答えるからね。はい、ということで以上が一つ目のコーナー紹介でした。いや、頑張りますね、本当頭を働かせて。はい、それでは2つ目のコーナーを紹介しましょう。2つ目はソロトークアカデミー、イエイ。こちらは一人喋りに初挑戦の私がリスナーさんからラジオや番組のあるあるやしきたり、疑問、無茶ぶりなどを募集し、勉強、一人喋りのスキルを磨いていくコーナーです。はい、このコーナーでは逆に私がね、皆さんの先生、リスナーの先生から教えていただくという逆になってますね、コーナーです。本当、先輩方のラジオを見たってさっき言ったんですけど、まあ見て勉強したこともあるんですけど、やっぱり視聴者の目線でっていうので、やっぱあるあるだなとかっていうのはあまり分かんないので、それをね、皆さんからいろいろ教えていただいて学んでいきたいなと思います。なんとスタッフさんによると、このコーナーでは私がふつおたを書いてみたりすることもあるかもとのことです。あー、お便り私あんまり書いたことないんですけど、過去1回だけなぜか、あ、なんかこれ出してみようと思ったことがあって、で、なんか自分の写真から思い出のものを送ってコメントしてみたいなのがあって、あ、なんかいいなと思って、あ、それもちょっと、あ、そうですね、はい、その写真たまたま読まれたんですよ。しかも読まれたので、あ、読まれる喜びと思ったので、はい、そのね、ワクワクの心を持ってふつおた書いてみようかなと思います。次回かな、いつかやってみたいです。そして3つ目のコーナーでは、あ、コーナーは正告ゼリフです。はい、正告ゼリフとはって感じだと思うんですけど、正告っていうのは弓道の的の真ん中に矢が当たることでして、実は私高校の時に弓道部に所属しておりました。なので、弓道経験者の私山田が弓道の的の真ん中、正告を射抜くように、リスナーさんの心の正告を射抜くセリフをエンディングの最後で披露するショートコーナーとなります。ちなみにこのセリフは私が頑張って毎回考えるようです。センスが問われますが頑張ります。はい、声優として皆さんの心の正告を射られるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。以上がこの番組のコーナー説明となります。はい、これからよろしくお願いします。あみあみチャンネルニューエイジ、山田みすゞの山あり谷ありみすゞあり。ここからはこちらのコーナーをお届けします。ニューエイジチャレンジ。はい、このコーナーですが、
あみあみチャンネルニューエイジ全番組の共通コーナーで、私たちがいろいろなチャレンジをしていくコーナーです。はい、私はもちろん初挑戦です。いやー怖いな。はい、それでは早速チャレンジをやっていきましょう。こちら、早口言葉チャレンジ。おっと、ということで早口言葉をやっていきます。早口言葉、私普段結構早口で喋っちゃうので、意識して喋ってるつもりなんですけど、早口なのに早口言葉はちょっと苦手です。で、段によって、行によってちょっと得意不得意があって、今日ラ行が来ないことをちょっと祈りつつ、戒めとして来ても頑張りたいなと思います。はい、まずはやり方を説明します。早口言葉のお題ですが、レベル1からレベル3まであります。レベル1の早口言葉を噛まずに3回続けて言えたら、次のレベル2に進むことができます。ただしレベル2ではレベル1で言った早口言葉をもう一度言って、その後続けざまにレベル2の早口言葉を言わないといけません。例えばレベル1の早口言葉が、隣の客はよくかき食う客だ、で、それを3回言ってクリアしたら、レベル2を やるときは、改めて隣の客はよくかき食う客だを3回言った後、レベル2の早口言葉を続けて言わないといけません。お、難しい。なお、噛んだ時点でチャレンジは終了です。おい。難しい、頑張ろう。はい、やり方は分かりましたか？そしてこのチャレンジ、実は第1期のメンバーが初回にやっているそうで、伝統ですね。それではやっていきましょう。うわ、ドキドキする。まずはレベル1からです。早口言葉はこちら。はい、あみあみ最優秀選手表彰台で入賞者と握手。これレベル1ですか、これ。はい、ちょっとざわざわし始めました。あー、ちょっと頑張ります。これは滑舌的にはそんな苦手じゃないはずなんですけど、ゲシュタルト崩壊を起こしそうな。はいはい、じゃあそれでは頑張っていきます。はい、それではやっていきます。早口言葉レベル1スタート。あみあみ最優秀選手表彰台で入賞者と握手。あみあみ最優秀選手表彰者で大手。もうダメだ、表彰台で入賞者と握手。いいですか？お願いします。ありがとうございます。あ、ちょっと落ち着いて、はい、真剣に頑張ります。だってレベル1 2回目でしかも。はい、それではちょっと改めまして、それではやっていきます。早口言葉レベル1スタート。あみあみ最優秀選手表彰台で入賞者と握手。あみあみ優秀選手表彰台で入賞者と握手。ちょっと出直してきます。いや、ちょっと待ってください。いや、失敗してしまいました。残念ながら一回ね、チャンスをいただいたのにちょっと本当ちょっと声優を名乗っていいのか不安になってきました。はい、ということでちょっともうお恥ずかしいですけども、私の早口言葉の成績は何、レベル0でした。ちょっと恥ずかしい、とても恥ずかしいですけど。はい、頑張ります。これちょっと覚えて毎日読みます。はい、他のパーソナリティの方はどうなるんでしょうか、ね、皆さん他のパーソナリティのチャレンジもぜひチェックしてくださいね。以上、ニューエイジチャレンジでした。あみあみチャンネルニューエイジ、山田みすずの山あり谷ありみすずあり。
あみあみチャンネルニューエイジ、山田美鈴の山あり谷ありみすずあり。初回放送もあっという間にエンディングの時間になってしまいました。番組では感想や私への質問などの普通のお便り、そして先ほどご紹介をしたコーナー、あみあみ保育園みすず組では、子どものお友達から質問や疑問メールを、ソロトークアカデミーではラジオや番組のあるあるやしきたり、疑問、無茶ぶりなどをお待ちしています。番組へのメールは投稿フォームからお送りください。概要欄にあるのかな。はい、公式ツイッターもございますので、ぜひチェックしてくださいね。番組ハッシュタグはシャープでみすずありです。みすずは漢字で、美しい鈴にひらがなで、ありみすずありでお願いします。はい、公式ツイッターのフォローもよろしくお願いします。何か感想をまたつぶやいていただけたら、とても励みになるんでお願いします。はい、そして番組からのお知らせなのですが、この番組は本編終了後にアフタートークをお届けします。こちらはチャンネル会員の方限定でご覧になれます。チャンネル登録をすることで、ニューエイジのすべての番組のアーカイブ、そしてアフタートークが視聴可能です。お、特典が。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。私たちが書くブロマガ、ブログマガジンなどもご覧になれます。ということで、お、特典がいっぱいですね。まあ、今からでも急げば間に合うのかなと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、第1回の放送をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。私は緊張してるつもりなかったはずなんですけど、結構楽しんでたんですが、やっぱ言葉に出てたなっていうのがはい、ちょっとね、まあ、頑張ってるなっていうのが伝われば嬉しいです。はい、で、一番やっぱ時間的には短いんですが、心に残ったのが早口言葉チャレンジもうね、さすがにちょっと短すぎて、もう顔見れないんですけど、皆さんのちなみに今もう一度やってもいいということがちょっとこれ失敗したらだいぶですよあ、でもいただいたからにはちょっとレベル1、じゃあスタートですアミアミ最優秀選手表彰台で優勝者と握手え、もうダメだ、もうごめんなさい出直してきます、出直してきます、今後に期待してくださいはい、もう顔が合わせられないはい、落ち着くことを覚えます、とりあえず。あ、でもなんとちょっと聞いたんですけど、月曜日のパーソナリティの尾形優奈さんも0回だったようで、はい、仲間がいてちょっと安心しちゃダメだけど、でもちょっと月曜日大丈夫かなっていうのがあるので、ちょっと山田も本当に頑張ります。いや、ね、結果的に3回チャレンジさせていただいたのに、ちょっと恥ずべき汚点がはい、ということでね、お便りとかももっとね、かっこよくスパッとお答えできたらなと思うので、はい、これからね、どんどん成長していきます。はい、そしてニューメイジの次回の更新は明日、田中ゆきさんによる田中ゆきと雪だるまとです。はい、田中さんの番組はさっき言ったんですけど、勉強のために本当いろいろ見せていただいて、でもまだお会いしたことがないので、こちらが山田ですっていうのをよろしくお願いします。はい、仲良くしていただけたらと思います。また来週の月曜日は尾形優奈さんによる尾形優奈の大型育成計画です。はい、尾形さん月曜チーム、ね、早口言葉のこともありつつ頑張っていきましょう、本当に一緒に頑張っていきましょうね。はい、これからもぜひチェックしてくださいね。というわけで、そろそろお別れの時間です。この後はチャンネル会員の方に向けてのアフタートークです。会員の皆さん、よろしくお願いします。はい、それでは山田美鈴の山あり谷あり美鈴あり、ここまでのお相手は山田美鈴でした。はい、そしてさっきコーナー紹介でありましたね。では最後に先ほど紹介した聖国ゼリフのコーナーをお届けします。今日は初回放送を見てくれた皆さんに向けて、感謝の気持ちをセリフにしてお届けしたいと思います。いきます。皆さん、
今日は見ていただきありがとうございます。これからどん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 成長していくので、次回も見てくれるよね。バイバーイ。あみあみチャンネルニューエイジ、山田美鈴の山あり谷あり美鈴あり。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。